こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です、えー、今日は結構ご質問の多いアマゾンの、ね、オーストラリア FBA はいつ開始になるか、まあ、それについてえお話しします、まあ、いつ開始というのはねわ、えー、からないんですけど、まあ、アマゾンも開始を急いでるのは間違いないとそしてオーストラリアアマゾンが始まった時、まあ、12月5日去年の12月5日にね えー、予告なしでいきなり始まったように、FBA も、まあ、いきなり、えー、これから FBA 使えますよという通知が来る、えー、それで開始という形になるでしょう。で、現在ですね、えー、Amazon、まあ、FBA を使えてるのは、えー、Amazon だけの、ね、Amazon 本体が売り主の商品だけと。で、それ以外は、 まあ自己発送ね日本なり中国なりインドなりアメリカなりその他の国から注文があったら届けているという形です。アマゾンが今世界で、ね、一番強いネットショップになっている理由っていうのは買い物しやすいサイト設計、まあ、それから的を得たリコメンド機能、ねこれ値下がりしましたと、ね、これ出ましたっていうあれですねメールで届くやつ。そして ライバルを寄せ付けないスピードで届く FBA システムというのでね、えー、やはりアマゾンが使いやすい、アマゾンすぐ届くということでね、えー、アマゾンが強いということになってます。まあ、ところが、現在オーストラリアではこの、えー、早い配送がね、えー、ほぼ、えー、発揮されてません。FBA まだ使えてないんでね、えー、サードパーティー、我々には、えー、まだ解放してないんで、そこが弱いと。で、現在の オーストラリアの配達速度、これ、オーストラリアの記事で出てたんですけど、アウトバック、ね、西オーストラリア州で1ヶ月後まだ届いてないと、まあ、これ、自己発送でしょうね、えーまあ、中国なりインドなりから発送して、まあ、普通にシドニーに届くのに2、3週間かかりますから、アウトバックだとさらにそこから2、3週間、だから早くて1ヶ月、ね、で1ヶ月半かかることも珍しくないというスピードになっちゃいます。 一方、クイーンズランド州、最南部ね、ね、えー、クイーンズランド州っていうのは、ゴールドコーストとか、ゴールドコーストがある州ですね、ブリスベンとかゴールドコーストのある州。この州は、2日で届いたと。これはアマゾンが売り主になっている FBA 商品でしょうね。それと、えー、中部オーストラリア、西部砂漠の、えー、小さな村、ね、9日後に到着と。まあ、これも FBA ですね、海外からだと、えー、ここの中で届くはずがないと。 でこれオーストラリア、人口2400万人いますけど、その人口分布です。ね、シドニーが一番大きい都市、390万人。えー、これ、2011年のデータなんでね、今、400万人超えてます。で続いてメロボルン、ね、370万人。ブリスベンが187万人。パースが162万人。アデレートが110万人と。であと、ゴールドコースト。まあ日本人にはねなじみの深いゴールドコーストが53万人と。 でオーストラリアの首都キャンベラは39万人というような、えー、人口分布ですで、ね。これほとんどの州が東側のニューサウスウェルズ州あるいは、ねえー、ビクトリア州ですあるいはクイーンズランド州で西と南が1個ずつ、ね、4位と5位に入ってますけどこのサウスオーストラリアアデレートは、ねえー、メルボルンに比較的近いです。 で、えー、オーストラリアのキャピタル、キャンベラは、えー、まあ、シドニーから、えー、車で2、3時間の距離という形ですね。まあ、そう考えると、まあ、このようにシドニーがあって、ブリスベンがあって、メルボルンがあって、この3か所にはもうすでにアマゾンは、えー、FBA を設置してます。何しろね、この広さ、アメリカ合衆国とほぼ同じ大きさなんですけど、人口は、 えー、合衆国が2億4000万人に対して、オーストラリアは、ね、10分の1の2400万人しかいないと。で、この地図、何かというと、これね、えー、オーストラリアの人口分布なんですけど、この黄色い部分はね、アウトバックと呼ばれている荒野。ね、ここに2400万人のうち2%しか住んでないです。48万人しか住んでないと、この広大な敷地にね。で、残りはもうこの白い部分。 でしかも、えー、ほとんど、えー、92%かなぐらいはもうこの東側に住んでます。ということは、まアマゾンの、えー、戦略通りね、えー、東側にブリスベン、シドニー、メロボルンというふうにね、えー、FBA の倉庫を置いてありますんで、まあ、ここが稼働すればね、西側、ね、パースを除けば、えー、カバーできるという形です。で、これをカバーしてね、えー 早いところは、えー、2日で届く。で、遅くとも1週間なりね、10日で届くという形で、配送スピードが早いという、えー、話が定着しないと、なんだアマゾンって言ってもね、えー、イベントそんな変わんないじゃんと。ね、えー、届くのいつ届くか分かんないな時期に届いたりするし、返品めんどくさいしというふうになったらね、えー、逆ブランディングになっちゃいますんでね、アマゾン、思ったより使えないというのが定着しちゃうんで、 まあ、12月5日にね、えー、マーケットプレイスが始まって、で3ヶ月後が、えー、1月、2月、3月、3月5日、ね、あと1ヶ月ありますけど、その辺までに稼働させないと、まあ、正直逆ブランディングがきついんじゃないのかなというふうに思います。で現にね、えー、そもそもの目論見みは、えー 同時に、ほぼ同時に始めようというはずだったんでね、な、まあ、何らかの、まあ、当局との、ね、税金の扱いの調整なのか、あるいは、ね、運送業者との,送料あの配送スピードの、えー、契約なのか、まあ、その辺んが、ねえー、うまくまとまってないんでしょうけど、まあ、何しろ、まあ、早急に始めたいと、ね、私たちが早急に始まれと、始まらないとなかなか、ね、商品探しがはかどんないと。 思ってるのと同じような形でアマゾンも早急に始めたいというね、ことでやってますんで、えー、早々そうそう遅くにはならないだろうと、ね、まあ予想としては、予想って言ってもね、これは当たる当たんないじゃなくてね、準備が整い次第開始なんですけど、まあ、少なくとも3ヶ月以上かかっちゃまずいと思ってるのはね、えー、間違いないと思われますんで、あと1ヶ月以内に始まるんではないかというふうに考えてます。 まあそんな形でね、えー、なかなか FBA なしだとね、ねオーストラリアでもさすがに差額のある商品が見つけにくいという点がありますんで、えー、早く FBA 始まらないのかなと。まあ、そういうのもあってね、えーまあ、ほとんどの人スカイプやるとね、いつ始まるんでしょうかというね質問がありますけど、まあ、正直わかんないけど、薄い出ることは間違いないと。 そういったのをね、オーストラリアのこの人口分布とか、現在の配送スピードなんかを、えー、事例を出して、えー、ご説明させていただきました。またね、えー、商品探しとか、えー、始まったら何を入れるか等については、えー、お気軽にご質問いただければと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。